で次はタオルを使ったトレーニング。これも、ウォーミングアップでももちろんやった方がいいんですけど、普段からやると、ものすごい質のいい筋肉がつく。これは僕のトレーニングを見てもらってた師匠から教わったトレーニングメニューなんで、未だに大事にやってるトレーニングなんですけど、ちょっと一人の場合の時と二人の場合で、また多少ちょっとやり方が違うんですけど、まず二人の場合の時でちょっとやりたいと思うんですけど、この両端を持ってもらって、で、こう持ちます。そしたら、まず引っ張ります。これを適度に抵抗してもらいながら、できる限り引っ張る。で、戻す時、ゆっくり、少し引っ張ってもらうのを耐えながら。はい、こんな感じ。これ10回。まあ、3セットぐらい。次、ここも、もういいですか。次。入ってるかな、うん、この状態で左手でしっかり肘を押さえて持ち上げていく。まあ、これチューブでも代用できるんですけど、一緒にやってくれる人がいたらコーチにやってもらえると一番いいですね。いい具合に力が入るんで。よし、はい、これ両サイド入ってるかな。このトレーニング本当にいいんで、もっとぜひ皆さんに知ってもらいたいですね。タオルトレーニング。よいしょ。はい。次、ちょっとこれ、下しゃがんでもらってもいいですか。はい、次は、ちょっと下にこう、しゃがんでもらって、これを、上腕二頭筋。まあ、これもその強度というかどれぐらい引っ張ってもらうかその時の感じでいいと思うんで、これも両サイド、もうちょっと上まで行っていいですか。よしよし、これも動かないようにこういうとこしっかり押さえて、ラスト、あ、これで二頭筋三頭筋できてるんで、あとは軽くちょっともう一人人がいる人ちょっとここ来てもらってもいいですか。で手出してもらってもいいですか。これ手パッパー でこれ僕が少し押すんで抵抗してもらってもいいですか。もうちょっと前まで行かせてくださいで戻していく。そう、こういう風に感じでちょっと刺激入れていく。そう、決して無理のない程度で。上もいいですかね。こういう細かいトレーニング結構大事ですね。で、これは壁とかあれば、一人の場合は壁とかに向かってこうつけてこうグッグッグッと自分で押す感じとかでやるといいと思います。これでそうですね。あ、そうで最後もう一個だけ。これで今一通り全身の筋肉っていうところに関しては全部もう刺激がいったんで、次最後はちょっと反応系を最後やって、それで、試合に向けて準備 OK って感じですかね。はい。じゃあ最後よろしくお願いします。はい。それでは最後は、少し反応系の、反応系、それから瞬発系のちょっとトレーニングをして、準備したいと思うんですけど、二人いる場合、例えばコーチとかいる場合は、まず、この場でフットファイヤー。フットファイヤーしたら、コーチがボールを動かした方にターンして戻る。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 っていう、これトレーニングですね。いや、これ、いつもジュニアにやらしてるんですけど、自分でやるとめちゃくちゃしんどいですね。きつ。よし、じゃあちょっと、もう一回だけお願いします。よし、180度ターン。きつい。これそうだな。ジュニアにやらしてるときは、そうだな。10秒、15秒ぐらい。これは、まあ、コーチがいるときは、コーチの指示でやっていいんですけど、一人のときは、
自分でフットファイヤーからボール来た方向に対して体作るっていう感じで自分でイメージしてやってもらえれば大丈夫だと思います。はい。で、次は、そう、どっち先にやろうかな。これちょっと山口式ジャンプって僕は勝手に呼んでるんですけど、こう、両足並べて、前に、ジャンプして、ジャンプ。で、この、前に、ジャンプして、着地して、すぐジャンプするんですけど、この時に、まあ以前東洋太平洋チャンピオンのボクシングの先生に教えてもらったトレーニングメニューでもあるんです。これはもう実際に僕は普段から落とし込んでもうやってるんですけど、ジャンプして、着地して、ジャンプっていうのは、まあ大体10歩ぐらいやるんですけど、この時に着地して、前にジャンプしないように少し、こう、後ろにジャンプするぐらいの感じで、これを、まあ、10回ぐらい。お、10回ぐらい。それも、そうですね。まあ、3セットぐらいやっちゃっていいと思いますね。まあ、その辺は、今教えてきたメニュー、トータルバランスは自分で、ちょっと考えてみてください。で、一番最後。フットファイヤーから、手叩かれたらダッシュ。ちょっと手叩きお願いしてもらってもいいですか。これとかも、もう、もろに反応ですね。もう神経のこう、伝達というか、そこも刺激していく。そう。もう一回だけ。あ、いやー、きつい。よし。OK。はい。それでは今回は試合前の、ウォーミングアップを少し紹介させていただいたんですけど、ちょっと今見てわかる通り、もう結構一発試合したぐらい汗かいてるぐらいもうダラーっとかいてるんですけど、やっぱこの状況になると緊張とかもなくなってきますね。やっぱそのアドレナリンも出てきてるし、もうこうちょっとずつ興奮してきてる状態っていうか、やっぱこの状態でもう、なんていうんですかね。バキバキに起きてる状態でしっかり試合に向かっていくことが大事ですね。やっぱり、ナダル選手とかも、本当試合のフィッチした直前とかももう垂直ジャンプ3、4回やってダッシュしていくみたいなところもやってるんですけど、やっぱりあれっていうのは、こう、もう体をどんどん動かしていくことによって、こう、先頭に向けて体をもう切り替えていってる。自分の意識も。神経系も、やっぱり今からこう戦いに出るっていうところに切り替えていくためにやってる部分もあるんで、単純に動き的にも筋肉には動かす前に刺激を入れといた方がいいっていうのもそうなんですけど、ここにもまた付属して精神的な部分での問題を解消していくためにも役立つことなんで、がっつりもう一汗かいて、でもうグッと試合に行けるようにちょっとセッティングして試合に今度向き合ってもらえたら、嫌な緊張とかもなくなると思うんで、ちょっとやってみていただけたら嬉しいです。はい。で、そうですね。で、ちょっと前回の動画で、こう、試合の15分、30分ぐらい前まで、こう、僕は一回寝るっていうことを言ったんですけど、寝て、まあ、起きて、ウォーミングアップして、試合、もうだから寝てる時点で僕的にはメンタルのセッティングができてるんで、試合に向けて寝てるんで、起きた段階ではもう、よし、今から試合だっていうもうモードに入ってるんで、で、最後、こう、まあ今日は、正直かなりがっつりウォーミングアップ教えたっていうか、もうちょっと良くも悪くもずさんなところがあるっていうか、もうちょっと短い時とかも、まあ、あったりするんですけど、本当は本来はこれぐらいがっつりやっていいんで、これだと多分、まあ、30分は最低でも結構なペースでやっても30分ぐらいは必要なんで、まああとこう、どれをどれぐらいのセット数にするかっていうのは、今回はフル尺で教えたんですけど、それは自分でこう、調整してもらっていいと思うんで、まあ、僕と本当に同じようにやる、一回試してみるっていうケースだったら、朝行って、練習して、着替えて、一回寝て、起きて、ゲームウェア着て、まあゲームウェア着なくてもいいですけど、起きて、このウォーミングアップやって、ゲームウェア着て、試合行くっていう、そういう流れになると思うんで、まあこの、
アップにどれぐらいの尺を使うかっていうので、どれぐらい寝るかっていうのは考えて調整してやっていただけたら、僕的には万全のコンディションで試合に挑めるかなと思います。はい、それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。インスタグラムのフォロー、チャンネル登録、それから高評価のボタンもよろしくお願いします。それではありがとうございました。